本市出身の大川圭吾選手にお越しいただきました。メダル獲得という大きな目標を立てていたんですけれども、コロナ禍の中、練習環境が整わない中でも、ロサンゼルス大会以来、一勝を挙げることができましたけれども、ここで終わるのではなく、日本水球界の成長が、大きく見られた大会になったかと思います。オリンピック選手が土浦にいるということは私たち本当に誇りでございます。南アフリカに勝ったということで私たちも嬉しく思っておりますし、またこれが次につながることを期待して、先ほど選手の、お話がありましたが、ぜひ頑張っていただいて、次またご活躍を私たちは楽しみにしておりますので、どうぞ使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしかったです。